京愛路線とは、バス路線の中でもとりわけ狭い道路を走行する路線のことである。奈良市、平松町付近東京都大島町羽生港付近、神奈川中央交通情報通りにて、理合バスメーカーの三菱不走トラックバスでは、京愛路線の定義として、福音4.5メートルの道路を運行する路線としている、通常のバス車両の全幅について、 カタログスペックを参照すると、大型バスでは約2.5メートル、中型バスでは約2.3メートル、小型バスでは約2.1メートルとなっていることから、中型バス以上の大きさのバスでは、離合が不可能な路線を位置づけているものとみられる。ここまで厳密な用法ではないが、バス同士やバスと、一般車両の離合が困難な箇所のある路線について、共愛路線と呼ばれることがある。 バス路線の運行に際しては、運輸局へ、許認可書類を提出し、許認可を受ける必要がある。この際に、キロほど、福音、カーブ角度、勾配といった、走行道路の詳細を図面を添えて提出し、監督官庁で審査することになる。申請内容の事業用自動車に関する、審査基準として、道路構造上運行に支障を与えない、大きさ、重量であることというものがあるが、 これは申請に記載された車両で円滑な運行が可能かどうかが審査されるということである。道路環境と車両の大きさが合わず、円滑な運行が困難であるとみなされた場合、路線免許に対して許認可が降りないこともある。これは、かつては車掌が乗務しているバスが一般的であり、バスの車掌が離合の際にバスを交代させるための車両誘導等を行うこともでき。 交通整理の役目も行っていたが、ワンマン運転においては、これができないことが理由として挙げられる。なお1980年代頃までは、ワンマンバスの場合は、福音が6メートル以上あることが、運行条件とされている。しかし、交通量が少ないなどの理由で、大型のバスが乗り入れても円滑な運行に支障がないと判断された場合は、道路条件と比較して、 大型のバスが走る路線が設定されることになる。また、バス車両が大型化される前に特に条件なしで、許認可が降りた路線については、車両の大型化とともに、同様に走行する、道路条件と比較して大きい車体のバスで運行される路線が存在することになる。こうした路線の中には、保安要員の配置、天井などの条件付きで認可を受けた路線もある。例えば、 仙台市営バスは1993年までツーマンカーが存在していた。これは共愛路線を抱えていたこと、大型バスしか保有していなかったことから、車掌乗務でないと運行の認可が降りなかったもので、共愛区間には保安要員が同乗する条件でワンマン運行の認可を得ている。また、立川バスの国21系統系空台団地線では、大型車を 最短3分間隔で運行させるため、共愛区間において第一対比場、第二対比場を設置した上でこの2カ所と交差点に誘導員を常駐させ、無線を活用した交通整理を行っている。こうした共愛路線に対して趣味的な関心を持つバスファンもいる。こうしたバスファンの思考に応えるように、雑誌、バスマガジンでは、共愛路線のレポートが連載されている。 この連載記事の中では、運転手の優れた操縦技術も愛好家を喜ばせる点の一つとして扱われている。ありがとうございます。